こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、失われたマヤ文明を探るツツェンイツアの遺跡群をご紹介いたします。このツツェンイツアっていうのはですね、まあ、マヤ文明といえばメキシコということで、これメキシコの地図なんですけれども、このメキシコの中にあるここユカタン半島ですね。このユカタン半島のこの赤いマーカーがあるところ、ここがツツェンイツアの遺跡がある場所です。でですね、遺跡群っていうだけあっていくつかの遺跡があるんですけれども、こちらはですね、戦士の神殿と呼ばれている遺跡ですね。この手前の方にですね、こうなんか柱がいっぱい立っているような写真なんです。今見て取れると思うんですけども、ここはですね、以前多分屋根があって、以前というか当時ですね、屋根があって会議場ではなかったかというふうに考えられています。でそれからですね、今よく出てくるのがこの天文台ですね。これインカ文明の、いわゆる古代文明の中では必ず出てくる天文台なんですけれども、この天文台っていうのはですね、非常に大きなその当時の王様の政権に寄与しているわけですね。そしてこれが一番有名なメキシコのピラミッドと言われているカスティージョです。でこれはですね、まあ、お城として、まあ、メキシコピラミッドとしての意味もあるんですけれども、巨大な天文装置になっているんですね。でですね、これはこのククルカンというですね、蛇の形をした、まあ、神様なんですけれども、冬至と夏至の日にはですね、太陽の光が、まあ、こう影を作るわけですけども、その影がですね、こう羽の形になるように設計されているんですね。いわゆるいい仕事してますねってやつですよね。でですね、なぜその冬至と夏至のことをよく知る必要があったのかっていうと、それは農業に関係しているんですね。冬至と夏至の日を知ることによって、まあ、種まきの日とか収穫の日がはっきり決まると。でマヤ暦というのは今の太陽暦と比べても遜色ないぐらい365日をきちんと計算されている暦なんですね。でですね、じゃあなぜその冬至と夏至の日をその農業のために知る必要があったのかっていう、もう一つ上の意味のことがあって、それはですね、王様がですね、その神との対話で、まあ、神から啓示を受けたと。今日が冬至であると、これより日が長くなるぞと、こう皆の者に対してこう言うわけですよね。もしくは今日夏至であると、これから日が短くなるぞと。そうすると民衆は天文の知識は何もないので、あ、王様はすごいと、その神と対話をして、もしくは神から啓示を受けて我々にその農業の指導をしてくださっている。そこに、まあ、王様から見れば権威性ですね、民衆から見れば信頼と尊敬と尊厳が起きるわけです。そうやって王様は自分の、まあ、国であったり王朝であったりを安定させてきたわけですね。そういう仕組みがあるわけです。でしかもですね、このちょっと戻しますけど、カスティージョなんですけど、実はマトリョーシカになってるんですよね。いわゆる医療でいう CT スキャンとか MRI みたいなものがありますよね。ああいうものでこうここから当てて中を見るっていうですね、私の場合別に空っぽじゃないですよ、それを中で見るとですね、どうもこう3層になっていると。中にもう一つのピラミッドがあるというところまでは過去には分かっていたんですけれども、この度もう一つ小さいのがあって、その3層になっているマトリョーシカだったっていうのがこう分かったわけですね。何のためなのかっていうのはよく分かってないらしいんですけれども、その3つ目というのは非常に小さくて、その2つ目まではいわゆる研究職の方とかが行かれてるらしいんですけれども、3つ目はまだ行かれてないらしいんです。でも通路が塞がってて行きにくいような状況にあるようです。でですね、まあ、このピラミッドですね、それとこの先ほどのまあいろんな遺跡群があるんですけども、それとともにここで有名なのが、ごめんなさい、セノーテです。このセノーテっていうのは何かというと、まあ、泉とかですね、井戸とかいうものなんですけれども、このユカタン半島のあたりには3500ぐらいあるんですね。でその先ほどのツツェンイツアの遺跡群の、例えばそのメキシコのピラミッドですね、カスティージョの近くにもあって、まあ、よく行かれるのがこれですね。これイキキルのセノーテ、セノーテイキキルとも言うんですけれども、これぶら下がってるのは木の根っこです。木の根っこがずっとセノーテまで降りてきてるんですけども、まあ、ご覧いただけると分かりますように、皆さん水着で泳いでる人もいらっしゃいます。もちろん泳げます。そしてダイビングでこう潜ることもできます。沈むこともできるわけですね。で遺跡群から近いので、まあ、遺跡に行った後ここに行って、まあ、ちょっと泳いで、みたいな感じのプログラムも、まあ、ご希望でしたらお組みできます。でですね、ここは非常にこう透明度が高いので、まあ、聖なるブルーセノーテなどとも呼ばれているんですね。もう一つセノーテをご案内します。これはですね、グランドセノーテ、もしくはセノーテグランなどとも言いますけれども、まあ、同じようなセノーテなんですが、非常に透明度が高いんです。
大体100メートルぐらいあるんじゃないかっていうふうに言われています、まあ、ここももちろん泳げますし、それからダイビングもして潜ったりすることももちろんできます。でですね、このセノーテっていうものなんですけども、まあ、3500もユカタン半島のあたりにはあるんですが、なぜそういうものができたのかということなんですね。それはですね、非常に簡単で、地面が石灰岩なんですね。で、雨が降って染み込むと石灰岩、雨が石灰岩を溶かして中でこう水たまりができるわけです。で、その水たまりがだん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 大きくなっていって、で最後にその地面のところのポコンと落ちて陥没して、それで、まあ、先ほどのようなああいう井戸みたいな形のものができるわけですね。じゃあその落ちていった石灰岩とか上から落ちたものはどうなったのかというと、水中で鍾乳洞を作っているんですね。で、これとても面白いのはこういう理由なので魚がいないんですよという理屈なんですけれども、なぜか、ちょっと戻しますね、このブルーセノーテ、セノーテイキキルですけども、ドクターフィッシュがいるらしいですね。あの、こう指入れるとこの角質を食べてくれるちょっと気持ちのいい魚ですね、それがどうもいるらしい。理屈から言うと魚は絶対にいないはずなんですよ。海や川とつながっていたわけではないので。ではなぜいるのかっていうのが、まあ、諸説はあるんですけれども、未だによく分かっていません。もちろん人が放流したわけじゃないですよ。でですね、そのセノーテおよび順番が逆ですよね。ツテンイツァーの世界遺産と、ね、ツテンイツァーの遺跡と、それからそのセノーテの生き方なんですけれども、まあ、一般的にこの方法がいいですねってご案内しているのが、近くにある大都市はカンクンです。そうです、あのカンクンです。まあ、カンクンといえばですね、やっぱりハネムーナーの、まあ、人気のデスティネーションの、まあ、いくつかのうちの一つになりますし、ハワイにしようかな、サントリーにしようかな、それともカンクンにしようかなみたいな感じですね。まあ、こういうところに行かれるんでしたらですね、まあ、どうせならやっぱりファイブスターのオールインクルーシブの非常にラグジュアリーなホテルに泊まったり、まあ、またはそれなりのホテルでもいいんですけれど、まあ、そういった形でですね、カンクンからこう行かれる。これ日帰りで行かれます、片道2時間半ぐらいですね、車で2時間半ぐらいで行って、ツェツェンイツァーの遺跡を見て、それからブルーホールで泳いで潜って沈んで、それでまた夕方戻ってくるっていうようなプランがまあ一般的です。でですね、カンクンには行かないんだと、ただメキシコには行くので、このツェツェンイツァーの遺跡に行ってみたいっていうお客様はですね、この反対側なんですけれども、メリダという町があります。そのメリダという町に空港があるので、メキシコシティからメリダまで来ていただいて、でそこからはまあお車ですね。でメリダからは1時間半です。こちらからは2時間半ですけれども、メリダからは1時間半で来れますので、まあ、そこでツテンイツァ同じようにですね、観光していただいて、まあ、泳いでいただいて、それでメリダの方にまたお戻りになられるというふうな形で、ツテンイツァをお楽しみいただければいいかなと思います。で今回はですね、失われたマヤ文明のツェツェンイツァのご紹介をいたしました。まあ、文明としては非常に面白いので、またピラミッドもとてもこう迫力があるものですから、ぜひ一度ご覧いただければいいかなと思います。まあ、近くにカンクンもありますので、まあ、ハネムーンでなくてもですね、カンクンに行って、まあ、何泊かされているうちの、まあ、1日をこのツェツェンイツァの観光に当てていただいて、でゆっくりこう見ていただいて、またその本当に透明度の高いセノーテで泳いでいただいて、あ、水冷たいですからね、セノーテは。そこで、また楽しい旅の思い出を作っていただければと思います。まあ、いろいろ手続きはめんどくさいので、お手配に関しましては私どもにお任せください。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。